掴んで F1 レーサーになりたいという夢をこの場所に持ち込んだ。まさか番組史上最高の投資額が出ようとは。僕の将来性を信じてよろしくお願いします。自分の勘を信じて、とりあえず500万円だけは。なんか応援したいよね。虎が次々と金を出す。その男には金を引きつけるオーラがあった。応援したいし、物心ついてるん、夢が広がる、金が降り注ぐ。追いかけてきてる部分があって、番組史上最高の投資額が今生まれる。ではその一部始終を見よう。私は今 FCE のレーサーをしております。この先 F1 のドライバーになるために30万円必要です。F1 なんてものすごいお金かかるんでしょ。非常にかかります。F1 となりますと年間に500億600億っていうお金が動く世界なんですけども、うん、そのマシンに乗るために、F3 で結果を残さなければいけない。でその結果を残したドライバーの中からさらにいろいろな意味で優れたドライバーだけが F1 に乗れるっていうシステムなんですけども、うん、ということはこの3000万円は F3 に乗るためのお金ですか。2003年度の F3 選手権にまず出場したい。で僕は今まで全日本のチャンピオンも取りまして、で父親の力でヨーロッパにも行かせてもらいまして、で世界の第一線でレースをしてきました。そしてそこでも世界選手権で勝つことはできなかったんですけども、必ずシングルランクインするぐらいまでは行きました。はい。じゃあ優秀なんですね、とっても。いや、あなたは自分なりには、今上に上がれる自信がありますので、それなりの実績も残してきたと思ってます。しかしその男は実績以上の大きな過去の傷を持っていた。その傷とは。どういうわけなの。父親の方の会社は倒産しまして、今までその僕がレースをやってきた、レーシングカートでも世界に行かせてくれたりとか、そのフォーミュラーをレースをやるにもやっぱり遠征費、旅費すごいかかりますので、それを支えてきてくれた父親のその会社の方が倒産しまして、で、まあ、その倒産の仕方というのもあまりいい状況ではなくて、いろいろなところからお金を借りてという形でしたので、まあ、僕も一箇所にじっとしていられない状況にまでなりまして、じゃあ今までに変な話ですけど、はい、お父さんが、はい、会社があなたに投資した額っておよそどんなもんだと思われます。僕をここまでするのに5000万円以上は簡単に使ってると思います。今は何してご飯食べてるの。うちの兄とゴーカートのサーキットの方で運営をしてまして、まあ、小さいサーキットなんですけども、そこで4歳から12歳までの子供を対象にしたレーシングスクールとかをやってます。だから僕が今ここでこけたら、僕が今まで教えてきた子供たちに対して示しもつかない。頑張っていけば F1 ドライバーになれるよって言い聞かせてきたんで。できれば今までの、はい、戦歴、はい、見せてもらえますか。はい、この後男の驚くべき実績が明かされる。その輝かしい実績が男の前に巨額の金を積ませようとは。
ここに赤い線がつけてあるよね、はい、それは説明しようと思ったんですけども、それに関しましては世界選手権のタイムシートです、うん、その時に私はトップを取ってました。そしてその赤い線が引いてあるドライバー、それに関しては今 F1 で戦ってるドライバーです。一番2番手にいるのはジェンソン・バトン、今ルノーで F1 してるドライバー。私はということはあなたはバートンよりも早かった。はい、これはすごい世界だな。まあ成績はすごい優秀ですよね。あ、そう、はい、なんとか2回優勝、2位に1回優勝してる。今までのその我々に対してこういろんな熱意だとか、はい、こう事業計画を伝えてきた方がたくさんいられるんだけど、はい、今回のケースはそういったもんじゃないよね。我々側としてはもう勘だよね、うん、あえて勘に頼るって言ったのは彼が F1 ドライバーになるかならないかっていうところだと思います、うん、で彼が本当に F1 ドライバーになった時にはその時のこういった支援した企業の一社だと、そういったことで蒔いた種が育つ、本当にそれぐらいのもんだと思いますよ。自分の勘を信じてとりあえず500万円だけは今の段階で出させていただきます。僕も車すごい好きで戦歴見させてもらってもすごい、はい、かなり僕も無条件でやっぱり応援したいな。200です200万はい。彼の人間性にすごく惹かれるところがあるんで。そっか、ええ、私もね本当こんなこと好きでね、はい、協力したいなと思うんですよ、はい、ところがこういったことを判断したときにね、この3000万例えばお金があってね、はい、いやうまくいくかもしれないなっていう非常にこう確率が高ければ、はい、まあ、いいなと思ってるの、はい、僕はその3000万円という金額を提示させていただいたのは、僕は全てここで社長たちに僕を完全にフルバックアップしてくださいっていうふうにはあえて自分でお願いしたくなかった。結局今まで父親にやっていただけてたことでだいぶ楽してて、そういったところがレースにも出てて精神的な弱さを自分で作ってたんじゃないかなっていう部分で、まず今回その3000万円は最低限開幕戦に並べるだけのものを揃える費用として出していただきたい。その後は私を今まで支援してくれた方もいらっしゃいますし、メーカーさんも僕がこのままこれでお金を作ってレースに復帰できたとしたらエンジンの方も提供してくれるとか、先いろんな話が広がってくると思うんです。ただ今の状況だとゼロに等しいものがありますので、何を話しても返ってくる言葉はお金が用意できてから話をしに来い。そうなんですよね、そういう状況です。だ持ち込みをとにかくしなきゃいけないっていうことでしょうか、はい、レースの世界はそういう構造なんですよね。そういうことでしょうね。でもなんか私全然世界が違うけどね、なんか応援したいよね、うん、一緒の額だけぐらい出しますよ。ありがとうございます。500万吉川が500万円を投資、加藤、南原と合わせて合計1200万円、マネー成立まであと1800万円。私ちょっとまた話は全く別になるんだけど、はい、お父様も番組見られるよねきっと、あなたのこういうのは、はい、
でもね、本当に、ね、逃げなきゃいけないことなんだろうか、どれだけのお金か知らないけど、私その辺のところがね、逃げる必要が本当に負債はあったら真面目にね、こうチャレンジしてた精神ってのはないんでしょうかね、はい、お父様に。実際父親の方がやはりその会社を倒産させて、かなり関連企業の方たちには迷惑をかけてきたのは事実で、実際全部で3億6000万円の負債があったと聞いてるんですけども、だから僕さんには、まあ、非力ですけども返済を怠ったことはありません。その迷惑かけた企業に対して、それに対して逆にすごいよくやってくれてる、まあ、父親は父親だけどお前ら応援したいっていうふうに最近みんな言い出してくれて、どうにかお前をドライバーとして成功して、逆に父親がもう僕が上に行って出てこなきゃならない状況にしたいなっていうのはあったんですね。っていうのは僕の力でそれをしてあげたいなっていう部分は、本当子供ただ親子の関係なんですけど、それはあったんですね。このあとさらに現金が動く。次に投資するのはあの社長だ。必死さもすごい伝わるし、ちょっと自分とリンクしちゃう部分があってね、あのすごい応援したいから、僕はもうあと理屈なし、俺はなんかすごく応援したいし、俺はレースに出れたら必ず3位のお立ち台に俺は入ると思う。これはもう完璧って言わせてもらうしかないんですけど、でも決して僕はギャンブルをしているつもりはない、はい、僕は500出させてもらいます。いつまでなの集める期間は、日にちは3月25日に、あんまりよくないね、開幕が始まります。実際切羽詰まってるね。もう最後のチャンスだっていうのはありまして、ですから今日この場でどうしても3000万円ゲットして、明日からそれ以外のお金を集める算段を始めないと間に合わないんです、時間はタイトですね。これは大変だ。あのね、さっきも言ったけどね、はい、私ものすごい興味あるのよ、はい、例えばあの前あのパイロットの女の子、はい、あの子でもね2人で600万投資したんですよ、はい、で足りないんですよ、はい、本当に、はい、それ以上にお金はもう毎月いってるわけ、はい、で多分やる以上はやっぱ、はい、あるとこまでいかないかんと思うわけね、はい、まあ、ここまで24年間といっても、まあ、物心ついてからですけども、一つの夢をずっと追いかけてきている部分があって、どうにか実現したい。僕の夢でもあり、家族がまた仲良く暮らせる起爆剤にもなるかな、また今まで支援してくださった方たちにも期待を裏切らなかったことにもなるのかな。だからどうしてもその機会が欲しくて来てるのがありますので、その3000万でそのポジションを買って、はい、じゃあ万が一、はい、クラッシュした時、はい、もしくはリタイアした時、はい、これは結果的にはね、その人さんへの裏切りになるんだと思うんですよ。私は万が一を持ってないから、万が一の時はこれは捨てたお金だと。それは私は迷惑しませんよ。皆さんだけど、あの全然迷惑しないんで、そのリース、いわゆるファイナンス、恨みも持ちませんから、あの分かりますからね、記憶散ってください。確かにいろんな負の遺産もあるかもしれないけど、あなたを応援してくれる人もたくさんいるんですよね、はい、
でその応援してくれた人、過去に応援してくれた人、そういった人たちに対してやっぱり一つ完結させなくちゃ、最後までやり通すっていうのが大事だと思います。私はあと500万円を出したいと思います。はい、南原が500万円を投資して、投資金額が2000万円になった。あと1000万円、あと1000万円あれば F1 レーサーになれる。あと1000万円。この3000万がなかったらもうあなた永遠にも走れないの？そうですね、はい。だからどうしてもどうにかこのチャンスをものにして帰りたい。変な話、そう、実際レースできなくなって家族バラバラになってる中で、後ろに手が回らなければお金が欲しいっていうふうに考えたこともありましたので、そこまで僕も性根ついてどうにかお金が欲しいという形で来てますので、ぜひチャンスをいただきたい。僕の将来性を信じてよろしくお願いします。あと1000万円、この緊迫した最終局面についに堀の内が動く。私もね、20年ぐらい前に夜逃げしたことがあるんですよ、はい、本当に、はい、どうしようもなくて、はい、だからお父さんの気持ちも分かるんだけどね、はい、ここでレースに出ることも大事かもしれないけども、はい、あなた方が兄弟で、はい、あるいは親子で、はい、もういっぺん再起をして、やっぱりその借財を全部済ましてね、きちっと起こして自分たちがお金をゲットして、そして今度自分で F1 ドライバーを作るっていうこともいいじゃないですか。それも一つの夢じゃないですか。私はそんなことをやった方がこう将来あなたが50ぐらいになった時になんかこう楽しい人生が送れるような気がするんだけどね。今なれないのは残念かもしれないけどね。したがって今回は本当に1円も出せません。申し訳ございません。今からでも遅くないですよ、うん、はい、あなたにとってあなたのお父さんというのはあなたの最大の支援者だった、はい、ね、うん、こんないいお父さんいないよ、うん、はい、そうです。だからもう一回一緒に話し合おうよと、一緒にやろうよと、はい、それは借金を返す返さないの問題はできないかもしれないけど、はい、でも頭を下げるところにはきちんと頭を下げていかないといけない、はい、でそういったことをこの親子として、はい、できることは必ずあると思うのね。今そこに向かって突き進んでください。この時点で皆さんからの合計額があなたの希望額に達しなかったので、今回はノーマルでフィニッシュです。これじゃないよ。アホだ。お客さん楽しくないですかね。あんまり声出さないけど、女性の声出さない。なんかさ、全てが爽やかでニコ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 してさ、あなた一生懸命やってたって言うけど、大嫌い。